皆さん、こんにちは。エルザです。今回も黒森町キタン、続きやっていきたいと思います。さて、まさかの誠ちゃんパートっていうことなんでね、やっていきたいんですけど、まあ、店主の中いるみたいだね。萩野誠24歳と、はい。車掌。あ、車掌はこの子なのかな？ベテラン車掌の萩野健二氏が交通事故に死亡。調べによると、子供が突然車道に飛び出したことが事故の原因となったようだ。自動車で走行中だった萩野氏は、子供をよく避けようと、道路脇の電柱に激突した。萩野氏は重傷を負い、その後回復することなく死亡。子供を避けようとして、いつの話だろう。妻と6歳の娘2人だけであると。いつとは書かれてないんだね。秋の木は代々明治時代か。よろしくお願いします。私は萩野さんにしたあんたの資料を拝見してますよと。それで対するのは別品さんだ。こんな美人の乗務員は何人か雇えばうちの列車も華やかになりますよ。すいません、私は車掌を志望したいんです。車掌の仕事なんて退屈ですよ。萩野さん美人なんだから、乗務員として乗客をおもてなしする方が絶対向いてますよ。こんな化粧に時間かけてばかりだろ。そのせいで列車が遅れでもしたら目も当てられんぞ。誰とも静かにしろ。萩野さん、あなたは私はご存知ないかもしれませんが、私はあなたのお父上の元同僚で、長谷一郎というものです。聞覚えがあると思ったら、まさか萩野健二さんのご令嬢でしたか。車を運転中に人を避けようとして電柱に激突された。こんな素敵な運転手さん残して、さぞ無念だったでしょうね。電柱の下に犬と落としたとは皮肉なもんだ。この二人は、人として心がない。マジで。うつうつし、なんか、ケンイさんは我々の鏡だぞ。無礼にも程がある。失礼しました、萩野さん。あなたはなぜ車掌を志望されるのですか？私の一族は代々鉄道事業に従事しており、一般車掌でした。生き方は悪かったかもしれないです。私はあなた自身がどうして車掌になりたいのかを聞きたいんです。ご家族の考えは関係ない。子供の頃、父があるおとぎ話をしてくれたんです。私はその話が大好きで、いつか私も車掌になって、列車で世界中の美しい景色を旅してみたいと思っていました。それは旅猫の物語かな。私もケンジさんから聞いたことがあるよ。とても面白いおとぎ話でしたね。しかし、はっきり言わせてもらうと、車掌という仕事は決しておとぎ話のようなものじゃない。萩野さん、あなたのインターンシップの成績が非常に優秀だ。しかし、車掌に最も必要とされるのは経験です。新しい列車に慣らし運転が必要なように、車掌の仕事にも長年の経験が必要なんです。ケンジさんは私の親友だ。けれど、リスクを冒して新人のあなたに車掌を務めさせるわけにはいかない。かしこまりました。ご視聴いただきありがとうございます。話はまだ途中だ。ケンジさんも乗務員から始めて車掌になるために一歩ずつ努力を重ねていった。あなたさえ良ければ乗務員として135列車で勤務してみないか。あの列車にいたんだ。私はあなたの素質と能力を信じてる。車掌になるのも時間の問題でしょう。ありがとうございます。えへ、歓迎しますよ、萩野さん。そうだ、今度近くのいい店紹介しますよ。女だから特別扱いすると思うなよ。よし、次の店長を呼べ。はい、一生懸命頑張ります。で、まあ、無事っていうことか。めっちゃ美人だよね。笑顔。おー、笑顔できるんだね。
24歳135列車乗務員。父の写真は見れないのか。135列車。だから、やっぱ、あれなんだね。霊としてなってるんだろうな。ということだよね。お客さん、コンソールに近づかないでくださいね。すいません、車掌さん。ちょっとお願いがあって。黒森町に戻るんですか？結構面倒なんですよね。私たち桜子さんの友人で協力してくれたら桜子さんもきっとすぐ感謝してますよ。桜子さん、ああ、何戻るなんて大したことじゃないよ。どうせ客少ないしね。マジでそんな軽いノリでいいの？桜と聞いて踊り上がる勢いだったわね。まさか本当におバカな桜子のおかげだったのかしら。方向転換しますね。お気をつけください。本当に戻っていったね。あと10分ほどで黒森町駅に到着です。めっちゃ早いな。到着するまで勝手に車内を走り回れようお願いします。キャンドルね。暗証番号。この時代を腐敗していくと、はいはい。特にはないかな。杉原交際。今回には心理天堂の命により愚かな人々を浄化することであると具体的な時間と場所について松山氏は決定を行う。ああ、あれか。特にはやめる。メモは燃やさない。メモ燃やすか。ちょっと多分燃やさないと話進まない。もしかして燃やすんだろうな。謎のメモ2を手に入れた。何これ。歯車1234567 9、歯車9だね。1235か。だからなんか暗証番号で急に言われたのか。はい、いつの手紙。山田さん、お手紙拝見しました。離婚なさったのことで心中お察し申し上げますと。強欲な資本家、山田さんの才能を見抜くことができなかった。はいはい。藤井登山の経験話してくださいましたね。またその言葉の端から端、山田さん言うもかかんで行動力あり。あー、これでその離婚してそこにつけ込まれたってことか。残忍な邪心を信仰し私欲を満たしていますと。黒森町の人たちが、ね、邪心、僕だから邪心はなんか知ってたんだね。創立者。どうしてこの手前ここに。猫の死体が。ああ、旅は終わった。ってことは、こいつ、車掌さんになってたわけか。ぐいー。熱号車内、正体不明のガスが漏れ出を確認しましたと。ガスの拡散を防ぐため、ただいま緊急処置を行っておりますと。緑の非常灯に従い落ち着いて動いてください。
緑の非常灯ね。ああ、そういう感じになるのね。そういう感じか。いや、今上行けなかったぞ。どれや。はい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 。よし、逃げれたー。初めて萩野さんと出会った時、彼女はグレーのスーツを身にまとい、洗練された佇まいだった。椅子に座った彼女は、服の袖をつかみ、緊張しているようだった。社長になりたいと彼女は言った。周囲の皆は笑った。女のくせに社長になりたいだって?その問いかけと、募りを前にして彼女の目は揺るがなかった。彼女の父親もまた同じ目をしていた。その揺るぎない眼差しをたたえたまま、彼女は135列車に乗り込み、乗務員となったのだ。理想の仕事ではないかもしれない。それとも彼女は誰よりも立派に業務をこなしていたか。じゃあ、車掌さんになれたってこと?まもなく黒森町駅に到着するが、プラットホームに乗客たちの避難がまだ完了していない。毒ガスが外に漏れないよう、1号車の換気装置をロックしなければ。あ、それでロックしてたのか。しかし車両に生存者が残っていて、まだ確認はできていません。今の1号車は動く毒ガス管だ。早くダクトを閉じなければ、当選や住民の駅にいる乗客全員を危険さらすことになる。萩野君、君には関係ないことだ。すべて責任は私が負う。もうすぐ到着だ。私は警報を出しに行く。萩野君はここで待って。列車が駅に着いたら乗客を安全エリアまで避難させるんだ。はい。彼女は震えていた。しかし、その目に動揺はない。彼女はしっかり自分の責務を果たした。最後の乗客を見送るまで。お客様、できるだけ早くここを離れてください。はあ。萩野さんを見つけたとき、彼女はその腕に変形したドアノブを強く抱いていました。危険に対峙した萩野誠さんは、父である萩野健さんと同様に勇敢でひるむことを知らなかった。彼らの名は列車を導く北斗七星のように永久に輝くでしょう。精巧なる魂をどうか安らかに眠れ。やっとわかりました。この列車に乗っていると、なぜか懐かしい気持ちになるのか。全部思い出しました。タコラコさんは、あのコーヒーを私に飲ませたんです。きっと、サコラコさんは、相沢さんに辛い過去を思い出してほしくなくて。責めているわけではありません。むしろサコラコさんにはとても感謝しています。あのカフェで過ごした日々は、私の短い人生の中で一番楽しい時間でした。木原さんにもお礼を言わせてください。この冒険で私は自分の居場所を見つけることができました。私は列車に従事する家系に生まれ、一生かけて列車を追いかけ、人生の最後また列車の中で。そしてに笹笑う運命。列車こそが私の帰るべき場所なのです。
相澤さん、それじゃあ。私はこれからも旅を続けます。そして聞いたことのない物語を聞き、行く先々で美しい景色に触れたい。それが私の一生の夢だから、どうしても叶えたいんです。でも、井原さん、分かっています。もしもカフェに戻り、桜子さんに別れを告げたなら、離れがたくて旅へ憧れも消えてしまうでしょう。桜子さんと一緒にコーヒーを飲んだり、スーちゃんと遊んだり、もちちゃんと映画を見たり、そんなたくさんの思い出を全て私の宝物です。でも私にとってあのカフェは乗り換え駅、終着駅ではありません。井原さん、列車は別れをもたらしますが、再会をまたもらたらすものです。ご縁があればまた。相澤さんは透明な石ころを一つ私に渡すと、幻影列車に乗り込み、霧雨の中消えていった。羽が光り輝いている。いやー、めちゃくちゃ残酷やったな。さくらこさん、ごめんなさい。相澤さんが、ええ、分かっているわ。別れる前、相澤さんがこの石を、これは旅猫石ね。旅猫、相澤さんが前に旅猫の物語を教えてくれたの。旅猫という生き物がいて、生涯を列車の中で過ごすんですって。旅猫は足を迎えると綺麗な石ころになってレールの間に落ちる。その石を透かしてみると、その旅猫が一生のうち見た景色が見られる、そんなお話を。相澤さんはこの物語を聞いて車掌になることを決意した。その夢への執念が強すぎて、亡くなった後も相澤さんの魂が消えることはなかった。車内で彼女を見つけた時、彼女は縮こまって震えていた。まるで雨に降られた子猫みたいだったわ。私は彼女に新しい名前と身分を与え、過去を忘れさせた。買ってよね。そうすれば彼女はここに残って別の人間として幸せに生きられると思ったの。でも忘却の魔法は解け、彼女の決意もまた変わってはいなかった。本当に自由と旅が好きなところも子猫みたいね。でも今回は戻ってこないのね。相澤さんの魂は消えていないと思います。相澤さんは列車をかけて続けていたわけじゃありません。列車と共に行くまだ見ぬ無数の旅こそが相澤さんの一生の夢だったんです。再び列車に乗り込む瞬間、それは魂の終わりではなく旅の始まりなんです。相澤さんはきっと世界のどっか隅っこで温泉の景色を楽しんでいる。私はそう信じています。縁があればまたと相澤さんは言ってました。だからきっと戻ってきます。そう、それなら私は相澤さん戻ってくるのを待ってるわ。迷子の子猫のような彼女はようやくおとぎ話の国へ向かう列車を見つけたのです。猫の列車終わりと。めっちゃ切ないなぁ。これは切ない。あ、だからほら、あそこで、焼却に猫があってなってたけど、あの猫がだから、あれよね、相澤さんとかあれの話だったわけよね。あー、マジか。すげー、途中ちょっと、表現がエグかったけどね。ガス事件による発表、連日の調査に、はい、乗客の容疑者が山田隆と田中純子であることが特定された。現場に載された鍵と社員証から警察は、駅係員の松山正夫が今回の事件に関わった死亡者の一人でないかと疑っている。で、首をつって亡くなっていったと。そうね、学校とかね、はい、発表した。でその後、萩野誠さんが自ら身を挺して残忍な冒頭の前に立ちはだかったことで、死傷者の拡大を塞がれ、彼女の行動には管理を禁じ得ない。1号車の換気装置をロックした件について争い、まだ収束していないと。
実際に、操船乗員の座席から分析しており、まあそうだね、この周りの人たちっていうか、あの1号車だけで収まったっていう話だもんね。ただその収まった理由も、誠ちゃんが犯人を逃がさないように閉じ込めたからっていうことだよね。で、コーヒーのことを聞こう。木原さん、いろんなことがあったから聞きたいこともたくさんあるでしょう。はい。少しが訳があって、私が木原さんに伝えられるのは、一部の事実だけ、話せないことについては追及しないでもらえると助かるわ。何しろあまり知りすぎてもかえって悩みが増えるだけだから。一番気になるのは、あのコーヒーに隠された事情からしらね。その始まりは、黒森劇場にある。毒ガス事件があったのはもう知ってるわよね。あの事件の後、黒森町劇場は放置され、中には危険な怨霊や妖怪がひしめいているわ。それにどこかの教団人たちが怪しい儀式をしているなんて噂もある。地元の人間は劇場を不吉な場所として扱っているけれど、真相を探ろうとすると、毎年たくさんの観光客が遠路はるばる訪ねてくるの。ああ、なるほど。黒森町は私の故郷であり、藍沢が命を懸けて回った場所。その場所でこれ以上の悲劇は望まないわ。だから私はいろんな方法を使って劇場に人を近づけないようにした。あのコーヒーに副作用はないわ。ただ黒森町の全てを忘れるだけ。コーヒーを飲ませてから安全な場所まで送っているの。そうだったんですか。最初に会った時、キャラさんもそういう人だと思ってたわ。本当にごめんなさいね。だってあなたみたいな学生が劇場や肝試しに来ることも多いから、最近の若い子は好奇心が強すぎるわよね。本当は木原さんのことも送っていきたいんだけど、今の状況だとあんたにかけられたノレは私の能力をはるかに超えているから。桜子さん、私のノレがどこまで来ているかご存知なんですか？ノレを解く鍵はその名を口にしてはならないとされているとある神に関係しているわ。方針、それがノレの根源よ。あ、やっぱ方針なんだ。方針は鹿島村に祀られてた神で嵐を呼ぶことができるの。100年以上前に祀られた栄光神よりも強力な力を持っているわ。同時に 彼は人々が称える厳霊神でもあるの。彼の力は信者たちの敬虔な呼びかけによってもたらされている。容易に彼の名を呼ぶと必ず代償を支払うことになる。だから私もあまり彼のことを話すわけにはいかない。だから名前呼ぶだけでってだいぶ強力だね。わかりました。桜子さん、もう一つ聞きたいことがあるんです。私がカフェで念写を発動したとき、桜子さんの反応が少し不思議で、まるで念写を知ってるみたいでした。これは、同じように念写が使える人を知っているからだ。でもその人と約束したから、彼女のことは秘密よ。あー、なのね。あ、時が来れば彼女はあなたに全ての真相を話すはずよ。そうだ、木原さん、約束通り。雨の、泣き雨のところに入り方を教えなくちゃね。これは粒石と言って、これを身につけていれば安全に入ることができると。あ、もう特殊なアイテムがないとダメなんだね。粒石ゲットか。相沢さんいなくなっちゃったから僕はカフェを守られていけないにゃ。あんたは不器用だけど、まあカフェに戻ってあげてもいいわ。はははは。仲良しやからね。そうだね、カフェちょっと行きたいね。そうか、粒石か。桜子さんが言ってた念写が使えるって誰のことなんだろう。そのこと、人のことは秘密だって桜子さんが言った以上請求しない方がいいわ。チミだよ、チミ。母親かこの子。千次郎さんの店で確か黒森町駅にあるのよね。まずあの絵のことに聞いてみよう。いやー、でしょう。可能性としては、黒森町だってね、一応縁はあるからね、主人公は。そもそもなんでその黒森町に行ったのかっていう話だしね。で、あとは、シロちゃんっていうか、ね、ユキちゃんじゃないけど、後の子が一つだよね。これまだ使えるんだっけ？
超巨大な木原ちゃんだわ。ゆきちゃんも怪しいんだよね。一次郎さんのお店が近くにあるのかもしれない。お？妖術か。久しぶりだにゃん。お告となってくれたわけで、商売もかなり順調にゃ。へえ、そんなにすごいの？本を売るの手伝ってくれない？売れ行きが悪い本をキャラちゃんと一緒に売れるかもしれないわ。原稿を出せるかどうか考えないとね。まあ、痛いとこつきましたね。例の絵見つかりました？ちょっとだけ待つにゃ。さあ、どんな絵が来るかな。ちょっと雑だし、古いもんだから絵が薄くなってたにゃ。あー、美人さん。お姉、キハちゃんにそっくりだわ。きっとキハラちゃんのお母さんよ。この絵、お姉が欲しいのかにゃ。はい、問題ないにゃ。いろいろと力になってくれたし、当然だにゃ。それに、この絵はもともと木原さんのものだにゃ。ありがとう、吉次郎さん。やっぱ母親が関係してる感じだね。私、この絵で十分です。それはダメだにゃ。木原さんはもううちの店を救ってくれたにゃ。だから木原さんはうちの果物を無料で提供するにゃ。マジか。旅行しに来たんじゃないんだから。ありがとうございます。時間があるときまた来ますね。こんなに繁盛してんだね。銅像が。まあ、元そっくりだよね。そうか。でも、アイテム、ないもんね。よし。ちゃんと転送はできる。下は行けないけど上出口だね。うわ、雨降ってるわ。あー、七人の侍ですね。第三章妖怪映画。あれ、これもう入っちゃう感じ？うん。待ってね。ちょっと待ってね。そっちではないんですよ、行きたいの。ちょっと気になるよね。一回カフェに戻りたくない？あ、シェフいる。新しいバイトかな。ドドさんね。まあ、料理人やってるんだにゃ。あー、美味しそう。どうもん。やっぱり寂しくなったわね。でも知らない人と交流するのそんなに難しいことじゃないんだって気づけたわ。桜子ちゃんならカフェを守っていけると思います。本当に可愛くて優しいし、一緒に飲めたらいいのに。お酒ですか。今優先すべきことがあるんでしょ。暇になったらまた来てちょうだい。暇になったらか。一応ね、みんなの画面には見えないと思うんだけど、一応ね、こうチャプタークリアした後とかやり込みとかやってるとね、右下の方にトロフィーが表示されててね、2章以降に話すとかいろいろあるみたい。まあでも、そうだね。話しかけれるぐらいで。その他はないかな。ああ、ここに来るんだ。直接。ああ。一回、戻ると？ああ、でも何かあるってわけでもないんだね。ああ。了解。じゃあ今回ここまでにしましょうか。まあまあ、だいぶ、
いい感じでね、もう第3章まで来たから、どうにかなると思うけど。似てるのかな正面じゃないからね。まあでも目元は似てるよね。なんかお嬢様って感じだね。はい。ということで、今回ここにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。まだいろんなゲームとかね、動画、解説などやっていきますので、応援してくださる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。